アレクセイ・ホミャコーフ、アレクセイ・ステパノビチ・ホミャコーフはスラブ派の論客として知られる、ロシアの詩人、批評家、神学者、哲学者、モスクワを中心に活躍した、王子主で、モスクワ大学物理数学部卒業後、論文、古きものと新しきものについてを書き、スラブ派の哲学を初めて、ロシアで展開。また、アケボの、霊感などロマン主義的、 宗教的な女児史も残している。ホメア・コフの全生涯はモスクワを中心に送られている。彼はこの千の丸屋根を持つ街をロシア的生活の縮図と捉えた。地主としても保守思想家としても成功したが全生涯を通じて出版はわずかなものとなっている。著作は死後友人たち、弟子たちによって出版されたがロシア正教会、 俗人哲学者たちに新人な影響を与えた。影響を受けた人々の中には、ヒョードルドストエフスキー、コンスタンチンポベドノスツェフ、ウラジーミルソロビーオフラがいる。ホミャコーフにとっては、社会主義も資本主義も等しく政法の大敗の不快な所詮であった。政法は、協調を犠牲にして、競争を強いることで、人間精神の諸問題を解決することに失敗したとする。 彼の言葉によれば、ローマは自由を犠牲にして統一を維持し、プロテスタントは自由を得たが統一を失った。さらにホミアコーフは、ヘーゲル哲学は、聖教と相入れないことを説いて、サマーリンに論を改めさせたという。ホミアコーフ自身の理想は、術語、ツボールの土を中心に展開している。この語彙は、古代教会スラブ語において、二階ア信条に見られる。 カトリックに相当するものであり、大まかには、連帯感、調和とも訳せる。ホミャコーフは、オーブシナというロシアの農村共同体に粗暴れの土の完璧な例を見ており、ロシアの農民について、その謙遜さゆえに称賛した。ホミャコーフは、これらで英民、彼が手当てしようとしていた農民から感染した、ものであった。アレクセイ・ホミャコーフ、ありがとうございます。